フアン・イグナシオ・チェラは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の男子プロテニス選手。自己最高位は、シングルス15位、ダブルス32位。ATP ツアーで、シングルス6勝、ダブルス3勝を挙げた。身長190センチメートル、体重75キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。6歳からテニスを始めたチェラは1998年に、 プロ入り。転校後は順調にランクを上げていき、2000年メキシコオープンでツアー初優勝を挙げる。ところが同年、全米オープンの前哨戦のシンシナティマスターズ出場時に受けた検査により、翌2001年にドーピング違反が発覚。ATP により8000ドルの罰金とシンシナティ以降、3ヶ月分のポイントすべてを剥奪され、当時48位まで上り詰めたランクが、 一気に826位まで下がってしまう。このため一時はツアー下部のチャレンジャー大会への転戦を余儀なくされる。ものの、この年に出場した12のチャレンジャー大会のうち、半数の6大会で優勝を遂げ、半年でランキングをトップ100へ戻すことに成功する。2002年以降はトップ50に定着し、2004年全仏オープン、2007年全米オープン、 2011年全仏オープンでキャリア最高のシングルスベスト8に進出するなどアルゼンチンテニス界のベテランとして安定した成績を残した。ダブルスでは2010年ウィンブルドン選手権でエドワルド・シュワンクと組ベスト4に進出している。チェラは2012年ウィンブルドン選手権が最後の大会出場になり2012年12月に現役引退を発表した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。